ダンボール原子からダンボールシートができるまで始まるよ。これがダンボール原子か。茶色い厚紙みたい。よし、じゃあ今度こそダンボールを作るぞ。あれ、できないよ。何が違うのかな。あれ、なんかなみなみしているね。いいところに気がついたね。ダンボールが生まれたのは1856年。シルクハットの汗取り紙として発明されたんだ。そのうちダンボールは石油ランプ等のガラス類を運ぶのに使われ始め、段が伸びないように段の片側にライナーを貼り合わせた片面ダンボールが開発されたんだ。そしてもう片側にもライナーを貼り合わせた両面ダンボールが考案され、ダンボール箱として使われていくようになったんだよ。へえ、ダンボールはなみなみのところが始まりだったんだ。なみなみがあることでクッション材になるんだよ。あ、ほんとだ、硬くない。でも潰れないし、すごいね。そうだよ、ダンボールの歴史からもわかるように、ダンボールはライナ、中芯、接着面の三種構造になっているからすごく強いんだよ。じゃあ原理が分かったところで作ってみるかい。よし、三種構造か。あれ、なみなみがうまくいかないや、トゲトゲしちゃうよ。できたけどバラバラだよ。3枚の紙を環境に優しいトウモロコシでできた糊で1枚ずつ貼り合わせるんだよ。よーし、糊を塗るぞ。あれ、なかなかうまくくっつかないな。上手に貼れないよ。どうやったらうまくできるの ?1 枚1枚作るんじゃ大変だよ。そこで完成したのが、ダンボールシートを作るマシン、コルゲータだよ。次は天合工場を見に行くわよ。うわぁ、これがその機械なの。すごく大きいね。それでは、コルゲータのイラストで全体の流れを見ていこう。まず、シングルフェーサー A で裏ライナーがローラーで巻かれ、中芯1がギザギザローラーで波型にされ、糊をつけ、接着され、片面ダンボール A ができる。シングルフェーサー B で片面ダンボール B ができる。シングルフェーサー C で片面ダンボール C ができる。グルーマシンでそれぞれ完成した片面ダンボール A、B、C の段長に糊がつけられる。トリプルフェーサーで片面ダンボール A、B、C と表ライナーが180度の熱板で一気に接着される。スリッタースコアラーで切り目と折り目が入る。カットオフで所定の長さに切断。スタッカで一定の枚数に積み上がる。それじゃあ実物のコルゲータを見ていこう。わあ、すごく大きいね。2階建てで全長70メートルから100メートルもあるんだ。さっき説明した機械によって原子から一気にダンボールシートがものすごいスピードで完成するんだよ。あ、見てごらん、ちょうど原子を機械にセットしているよ。ほんとだ、動いてるね。まず芯を機械にセットするんだね。芯がセットされたら当て紙をして原子をセットするんだね。ダンボール原子のような厚紙のことを板紙というんだよ。板紙とは厚さ 0.3 ミリ以上の厚紙の総称で、ダンボール原子のほとんどは板紙に分類されるんだよ。原子のセットが完了してローラーに巻かれ始めたね。結構ゆっくりだね。次のシングルフェーサーでは波型にする工程があるから、その速さに合わせているんだよ。じゃあ次の工程を見てみよう。こっちのローラーはすごく速いね。ダンボールシート100メートルが出来上がるまでの時間はどのぐらいだと思う？100メートルってすごく長いよね。機械でも10分くらいかな。なんと約15秒なんだよ。え、僕が100メートル走している間に
に完成しちゃうんだ。シングルフェイサーで中芯が波型に加工された後、グルーマシンで団長にノリをつけるんだよ。団長って何？波型のてっぺんのところだよ。ノリをつけたら熱板で温めて剥がれにくくするんだ。本当だ、熱くて危険って書いてあるね。シングルフェイサーでできた片面段ボールが次の工程にローラーで引っ張られているところだよ。くねくねしていてまだ柔らかそうだね。あんまり段ボールっぽくないや。ここは下の段がシングルフェイサーで上の段がトリプルフェイサーになっているんだよ。シングルフェイサーは断層の数だけあるから、この機械には3つついているんだ。上の段のトリプルフェイサーでは3箇所のシングルフェイサーで作られた片面段ボールが表ライナーと180度の熱板で接着され、3層強化段ボールが完成するんだよ。ここであの強い段ボールになるんだね。次は完成した3層強化段ボールにスリッタースコアラーで切り目と折り目を入れていくんだ。まずは折り目を入れているよ。わー、ローラーがたくさん回ってるね。次は所定の幅にカットするんだ。うわー、シュルルルって早いね。カットオフで所定の長さに切断するんだよ。ダンボールシートが完成したんだね。スタッカで一定の枚数に積み上げるんだよ。コルゲータの生産管理はコンピューターによる自動運転だから、早くて正確で安全なんだ。一定枚数になると自動で移動してストックされるんだよ。完成した段ボールシートは工場別にトラックに積み込まれるんだよ。タイでは初めから手積みだけど、日本ではフォークリフトなどの機械を使って積むところが多いんだよ。みんなで積むの大変そうだね。みんなの息が合わないとシートが曲がっちゃいそうだね。積み終わったら頑丈なトラックのドアをしっかり閉めて、次の段ボール加工工場へ運ばれるんだよ。これはフォークリフトで積み込みをしている様子だよ。段ボール原子から段ボールシートができるまで